3回同じ絶対勝つぞイーグルス叫んでください。いきますよ。それ絶対勝つぞイーグルス、絶対勝つぞイーグルス、絶対勝つぞイーグルス、ラスト絶対勝つぞイーグルス。ありがとうございます。パフパフ。はい、やっぱりね、はい、いろんな方がいるかと思います。この時を待ちわびてたっていう方もいると思いますし、そうですね、ちょっと久しぶりで、うん、大丈夫かなっていう方もいらっしゃると思いますし、はい、そもそも声出しどうする、どうやって応援するんだっていう方もいらっしゃると思いますので、はいはい、ぜひお付き合いいただければと思います、はい、じゃあ次はですね、うん、さっきと同じ3コールを、今日先発の則本投手に、はい、頑張れ頑張れ則本でいきたいと思います。よろしくお願いします。いきます。そうもね、頑張れ頑張れ則本、頑張れ頑張れ則本、頑張れ頑張れ則本、ラスト頑張れ頑張れ則本。ありがとうございます。今日先発ピッチャーです。いいですよ、皆さんの声無事届いてますよ、はい、ではですね、今の3コール、うん、いろんな種類があります。ホームランホームランとか燃えろ燃えろとか全部同じリズムでたくさん使われると思うんで、ぜひよろしくお願いします、他ですと、そうですね、じゃあ何やる、何やりましょう、何やるの、別のコールいきましょうか、はい、あ、今吉明うちわがちょっと見えたんで、はい、渡辺選手、はい、太鼓に合わせてドンドドン、おいドンドドン、おいゴーゴーレッツゴー吉明のコールでいきたいと思います。いきます、せーの、おい、はい、おいゴーゴーレッツゴー吉明、おいおいゴーゴーレッツゴー吉明、そう、おいおいゴーゴーレッツゴー吉明。ありがとうございます。皆さん失敗してもいいですからね、声ガンガン出してくださいね。そうです、これ、うまい下手関係ありませんので、はい、ぜひね、思い思いに声出していただきたいと思います。はい。じゃあですね、ちょっとそろそろ応援歌の方のご紹介、練習いきますか。これがもう3年ぶり。3年ぶりですからね。できてたのに歌えてない応援歌いっぱいあるんだよね、クラッチ君ね。そうなんです。ちょっとコロナ禍で生まれたもの、はい、今シーズン新しくできたもの、いろいろあるんですけど、うん、ちょっと馴染み深いやつからいきたいと思うんで、はい、朝村タオル、ありがとうございます。浅村選手いきますか。じゃあ浅村選手いきましょう。はい、初めて歌う方もいると思うので歌詞見ながらお願いしますね。黄色いのが浅村選手です。黄色いのわかりますか。歌詞カードに黄色いの載ってます。そう、スイッチ君カラーですね。準備 OK かな。いきましょう。じゃあ、はい、どうしよう、前奏ありからいきますか。大内さんキーボードで、はい、参りましょう。じゃあいきますね、前奏ありから、はい、太鼓3発いきます、せーの。そうですね、嬉しいです、こちらも、はい、初めて見る方もいらっしゃると思います。ぜひここで覚えていってもらって、はいはい、スタンドの中で歌ってください。ありがとうございます、はい、では、辰巳タオルも見つけてしまいました、はいはい、ありがとうございます。これ今シーズン多分一番このままだと歌われますからね。そうですね、一番バッターで出るので、はい、はい、先日のエスコンフィールドでも大活躍でした辰巳選手、はい、どうしようかな。じゃあかっ飛ばせかっ飛ばせ辰巳の3コールからもう一回いきたいと思います。はい、いきます。そーれかっ飛ばせかっ飛ばせ辰巳、かっ飛ばせかっ飛ばせ辰巳、かっ飛ばせかっ飛ばせ辰巳、かっ飛ばせかっ飛ばせ辰巳。限りない
ございます。はい、ぜひね、レフトスタンドでもよろしくお願いします。今シーズン辰巳選手のね、抹茶パフェが出たんですけど。あ、抹茶パフェですか。めちゃくちゃうまそうなんですよ。すごいボリュームなんだよね、クラッチ君。スイッチ君じゃない、クラッチ君。クラッチ君、スイッチ君が悪いんだよ、名前似てるから。ごめん、クラッチ君。はい、気を取り直して、じゃあちょっと新しい選手の応援会行きたいと思うんですけど。元気になってくれ。阿部俊樹選手、ダブルありがとうございます。はい、マスター、マスター。じゃあそうですね、ちょっと応援歌の前に、あのマスターコールというものがありまして、はい、私太鼓叩くんで、せーの、マスターとね、叫んでほしいんです。あ、ご存知の方もいらっしゃいますね。鉄平システムですね。そうですね、古すぎますから、受け継がれました。はいはい、じゃあ行ってみます。せーの、マスター。そう、これ3回やるんですよ。今皆さん、あの声バッチリ出てますけど、もっともっと行きましょう。2回目、せーの、マスター。ラスト、せーの、マスター。ありがとうございます。出てますね。じゃあ応援歌いきますか。はいよ。じゃあどうしようかな、ここは。じゃあ、ホームタイムリー、タイムリー、阿部、これ阿部でお願いします。いきます。はい、それタイムリー、タイムリー、阿部。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 選手と間違えないようにね、よろしくお願いします。ちゃんとね、はい、はい、ではマッチ番はそろそろ、あら、そろそろですね。そうですか。じゃあ、はい、あとジャンプですか。はい、ありがとうございます。何やろうか。じゃあちょっとチャンステーマの方に移りたいと思いますが、あの新しいのできました。レッツゴーワッショイでございます。あのオープン戦や北海道でも使われました。だからね、これあのとても簡単です。はい、レッツゴー、レッツゴー、そう、掛け声、はい、あとおリズムに乗って、あのおーおー言ってればまず大丈夫です、はい、歌詞カードのチャンステーマ、レッツゴーワッショイと書かれているやつでございます。はい、はい、そうですね、選手確か今さっき島内が見えたと思いますので、あ、ありがとうございます。島内ありますね。じゃあ島内でいきましょう。はいよ。じゃあどうしようかな。じゃあ太鼓4発からいきます。上水の、ドラクエのボスキャラの音楽みたいって言われてる。そうですね、なんか相手チームからするとなかなかの圧があるそうで、圧迫感。あら、武者君そろそろなって
じゃあありがとうございます。カンペ担当それで取ってくのラウンドガールみたいでしたね。ラウンドガールみたいでしたね、はい、じゃあ最後、じゃあ改めまして皆さんで絶対勝つぞイーグルス3コールで最後締めたいと思います。はい、はい、じゃあまずですね、今できる一番大きな声でよろしくお願いします。いきます。それ絶対勝つぞイーグルス、絶対勝つぞイーグルス、絶対勝つぞイーグルス、ラスト絶対勝つぞイーグルス。スタンドでも選手たちへの熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。久しぶりの応援グッズ大会、応援パフォーマー武者くん、そしてレッドスタンドキーボード担当オンさん、エンドクローチくんとエンジェルスの皆さん、ありがとう。はい、ということで声出し応援 OK、 みんなで声出すと気持ちいいね。ストレス発散にもなりますので、日々のモヤモヤこのスタジアムに置いてってください。さあ、ステージイベントは以上で終了。